アルゴスの彫刻家ポリメーデースにより、紀元前610年から前580年頃に製作された大きな2体のクレオビスト・ビトオン石像。クレオビスト・ビトオンは、ハリカルナッソスのヘイロドトスの歴史第一巻にて、ソロオンが語ったアルゴス出身の2人の兄弟。プルータルコスによると、クレオビスト・ビトオンは、ヘイラーの女神館であるキューディッペイの息子。 母キューディッペイはヘーラーの祭礼を見に行くことになったが出発の時に車を引く牛がいなかったため二人が牛の代わりになって車を引き45スタディオン離れたヘーラー神殿に母親を連れて行ったクレオビスとビトオンは高校息子だとしてヘーラー神殿の共演に招かれそこで息子たちの親高校に感激したキューディッペイはヘーラーに対して この世で一番の幸福を息子たちに送るように祈願した。その夜、クレオビスとビトーンはヘーラー神殿で永遠に眠った。記念のため、アルゴスの人たちはクレオビスとビトーンの銅像を作ってデルポイの聖域内に収めた。後に、パウサニアースはアルゴス市内のアポロオンリュケーオスの新域でお牛を肩に担いだビトーンの彫像と、 ヘイロドトスの語る物語を描いたレディーフ彫刻を見ている。ありがとうございます。